どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、先日新たにお迎えしました日本初入荷のこちらバシリスクカメレオン、これ男の子なんですけど、この通りねめっちゃ水飲んでくれてました。やっぱこの子ワイルドなんでね、水分いかに飲ますかっていうの心配してたんで、これはねめちゃくちゃ嬉しい限りです。はい、続いて水飲み終わってね、こちらバスキングしに来てました。ここでね直下で35度あるんですけど、この子たちねやっぱエジプトにいるカメレオンということで結構バスキングしに来ますね。ということで早速ねコオロギ与えてみましょう。これ食べそうやな。あー素晴らしい。はい、ワイルドとは思えないくらいねピンセットに慣れてくれてますね。はい、しっかり食べてくれてます。いや、こっちの男の子の方はね結構うち来てからねすぐ慣れてくれて、こんな感じでねコオロギピンセットから食べてくれたりね、全然見てもね触っても逃げないんですよ。もう一匹じゃあちょっと、はい、あ、はい、ナイス。はい、口も大きいんでね、はい、大きいコオロギもバクバク食べてくれてますね。なんとなく本当にね、まあ、飼い方的に現状ねエボシカメレオンに近い感じで飼えるんじゃないかなっていうね。はい、水分もしっかり飲んでくれてるし、餌食いもね確認できてるんで、まあ今のところはね順調に飼えてるかなって感じですね。じゃあ続いて3匹目、さあ食べた。はい、ナイス。はい、二星コオロギ L サイズもねこんな感じで、はい、バックリ食ってくれてます。オスはだいたい日中こんな感じでね、茶色みがかった緑っていう体色でね、このバスキングするときはね黒くなるんですけど、体温上がるとね結構黄緑っぽい色になりますね。現在飼育部屋の温度が約27度で、このバスキング直下35度で徐々に勾配をつけて、一番涼しいところで26度前後になるように設定しています。これで現状はね順調にこんな感じで餌食いもバッチリでね、まあ変えてるかなっていう感じです。はい、続いてこちらがメスの子ですね。この子もね天井の高いところにいるんですけど、どうですか、めちゃくちゃ綺麗でしょう。なぜか女の子の方がね体色綺麗というね、本当にその名の通りバシリスクとね同じ緑と青のカラーリングですね。はい、じゃあ女の子の方にもねコオロギ与えてみましょう。ちょっとねこの子は神経質というかね、あ、でも食べそうですね。あー、ナイス。やっぱりワイルドはね舌長いですね。はい、上手に舌を使ってきっちりキャッチしてくれました。ただやっぱこれ個体差なのかね、ちょっとこの子女の子の方がデリケートというかね、やっぱりピンセットから食べてくれないですし、僕見てるだけでねこんな感じで視線そらさないんですよね。はい、早速枝にもね隠れてしまいました。いや、でもこの子本当に体色綺麗でね、ちょっと色上がってきたの分かります？このさっきまでね緑だった部分がね、これ興奮するとというかどういう作用なのか分かんないですけど、黄色くなってくるんですよね。さあもう一匹コオロギ食べんか。これは食べなさそうですね。この子は現状バラ巻きでコオロギを与えるようにしています。はい、ではまたまたこちら男の子。はい、こちらまた別の日の撮影ですね。一応現状ね、はい、1日おきでコオロギを与えるようにしています。はい、1日おくだけでねこの通りめちゃくちゃリアクションいいですね。あ、でもこれ食べれてなさそうですね。さあしっかり狙ってください。はい、ナイス。体色はだいたい日中こんな感じの色味ですね。肌はやっぱりねちょっと日差しの強いところにいるからなのか、結構ガサッとしてねゴツッとしてますね。パーソンカメレオンとかみたいにねしっとり柔肌っていう感じじゃなくて、本当に岩っぽいゴツッとした質感ですね。ちょっと脱皮してねどんな感じになるのか、その辺の変化も楽しみですね。ということで男の子の方はねこんな感じでもうめっちゃ楽に飼えてるんで、現状本当にエボシカメレオンみたいな感じで、体もね大きいし丈夫なカメレオン、飼いやすいカメレオンなんじゃないかなとは思ってるんですけれども、まあ引き続きね気を引き締めて、はい、しっかり観察して飼育していきたいと思います。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。